伊勢弁は、三重県の北中部の旧伊勢国で話される、日本語の方言で、近畿方言の三十弁の一種である。奥村光雄による、区分案図。伊勢弁の大部分は、東近畿式方言に属す。茶色が、西近畿式方言。黄色が、東近畿式方言。緑色が、南近畿式方言。水色が、北近畿式方言。 灰色は非近畿式方言イスベンのアクセントは、軽半式アクセントである。また、母音ははっきり発音されて無声化はほとんど起こらない。他の近畿方言と同様に一拍の単語はほとんどなく、例えば、かは、か、けは、け、め、めは、めと二拍になる。連母音の融合もほとんど起こらないが、家が動詞中に現れた場合に、A に変化する。一方、 近年、北勢では、全国各地から、中京工業地帯で働くために移住してきた者や、名古屋方面の内は東京式アクセント使用地域に、通勤する者が、多数いる。2001年の調査結果から、桑名市の若年層では、東京式アクセントに変化しつつあると指摘されている。長島町市長島町教育委員会、木曽崎町市木曽崎町役場。岸江晋介。 村田真奈美、京阪式アクセントにおける二拍名詞の類の統合状況と定期無格型の消失傾向、大阪、奈良、三重、徳島方言を中心に、音声研究2012年16巻3号、P34 から46、土井、10.24467、音声研究、16.334、日本音声学会 ABCDE 平山。 他編 ABCDEFGH 伊勢島キラリ、戦線実行グループ伊勢島キラリ戦線、伊勢島の人柄、方言財団法人伊勢島国立公園協会。ありがとうございます。